はい、皆さんこんにちは、タロです。私と一緒に食についていくつかのテーマをもとに勉強していきましょう。食は私たち人間にとってとても重要なものです。例えば頭で考えたり、体を動かしたり、そして皆さんが大人に成長する上でも毎日食事をとることが大切ですね。今日はこの食の中でも味覚について勉強していきたいと思います。皆さん、味覚ってどういうものかわかりますか？味覚とは、例えばお菓子を食べて甘いと感じたり、またレモンをかじって酸っぱいって感じる、甘いとか酸っぱいっていう感じ方、感覚ありますよね。この感じ方、感覚を味覚っていうふうに言います。それでは次に、この味覚ってじゃあどういうものがあるんでしょうか？味覚は全部で5つあります。1点目、甘いって感じる甘み、そして酸っぱいって感じる酸味、しょっぱいって感じる塩味、苦いって感じる苦味、そして最後うまいって感じるうまみ、この5つです。この味覚について実際に食べてみて感じながら体験してみましょう。そこで皆さんに用意してもらいたいものが2つあります。1点目、砂糖、そして2点目、チョコレート。お家の方に聞いて何でもいいので用意してみてください。皆さん用意できましたか？それではこの用意してもらった砂糖とチョコレートを使って味覚体験をしながら勉強していきましょう。まず砂糖を少しだけ食べてみてください。あんまり食べ過ぎちゃうと体にも悪いですし、また気分も悪くなっちゃいますので、ほんと少しだけ舐めるように食べてみましょう。どうですか？すごく甘いですよね。これが純粋な甘さ、甘みになります。皆さんが大好きなお菓子作りに使われたり、また料理の隠し味に使われたりします。それでは次、2点目、チョコレートについて、こちらも食べながら考えていきましょう。これも一切れや少しだけ食べてみましょう。はい、どうですか？まず甘い、甘みを感じてもらえるかなと思います。ただ先ほどの砂糖と比べたら皆さんどうですか？甘み以外にも苦みも感じたりしないですか？実はこのチョコレート、甘みと苦み2つ感じることができるんです。こういったように、今チョコレート食べてもらいましたけど、皆さんが普段何気なく食べている料理、こちらも一つの味だけじゃなくていくつかの味が組み合わさっていることが多いんです。ここで皆さんにお願いがあります。この後食べる料理、その料理を味わって、そして作ってくれた人に対して
感謝しながら食べてみてください。皆さんが普段何気なく食べている料理は、例えば給食、例えばお家の方が作ってくれる晩ご飯や朝食などがあると思います。こういった食事は皆さんが健康に成長できるように、多くの人が考えて一生懸命作ってくれています。好きなものも嫌いなものも全部皆さんのことを考えて作ってくれている人たちがいるんです。そのことに感謝して料理を味わって食べてみてください。お願いします。さて、今日は味覚について勉強してきました。全部で3点勉強しましたね。まず1点目、味覚って何か。味覚とは甘いとか酸っぱいっていう感じ方でしたね。これが味覚でした。そして2点目、味覚は全部で5つあるんでしたね。甘いって感じる甘み、しょっぱいって感じる塩味、酸っぱいって感じる酸味、苦いって感じる苦味、うまいって感じるうまみ、この5つでした。そして3点目、皆さんが普段食べている料理、皆さんのことを考えて一生懸命作ってくれる人たちがいるんです。そのことを考えて味わいながら作ってくれる人に感謝して食べてみてください。はい、今日は食の中でも味覚について勉強してきました。次は食文化と呼ばれるものについて勉強していきたいと思います。ぜひ次の動画も見てください。ではまた会いましょう。さよなら、バイバイ。